第36期豊泉 A2 リーグ司会実況の楠原優です。解説はワクツアキラが務めます。ワクツプロよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができているようです。第36期豊泉 A2 リーグ第10節 D 卓4回戦投杯の開始です。それでは4回戦開始してください。立会人吉田忠の合図により対局が開始となりました。さあこちらが本日開始までのデータとなっています。あ、開始までじゃなくてごめんなさい、3回戦までの対局ですね。結果を反映されています。魚谷がマイナス 73.9 ポイントで第13位となっています。そして内川が第4位に着順といいますかポイントをアップ。一つ位はピンクゾーン脱出で魚谷と入れ替わる形となりました。藤原は16位。さあ以上の結果を踏まえて最終戦、こちらがまあ宅組最後の宅の最終半ちゃんと、うん、なりますのでご覧ください。それでは4回戦各社の手配見てまいりましょう。ドラは急走です。親番は内川、こちらは一つの手配チャンス手となるかトンとチュンが統一となっています。ペーチャの一つ、そして親番の内川も悪くない。ドラの急走1マイルが使える形にならなくても十分な形となっているでしょうか。藤原はこちらまだメンツはありません。魚谷はまあ、現在はまあ13位とピンクゾーンに落ちてしまいましたが、ここからの戦いどうなっていくのかと言えるでしょうか。さあワークスプロよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、さあここで大きな順位の移動がありましたが、うんうん、もう大谷さんはポイント合わせるだけですね、はい、いきなり大きな手がパンパンって入らない限りはもう択を A 択にするか B 択にするかだけですね、はいはい、もう全員結構やることはっきりして、あ、ひとついさん難しいか、はい、ひとついは今現在9位まで来ているんですよね。8位までいければ注意択、そうですけど結構遠いですよね、はい、藤島プロとの差がかなりある。4万点ぐらい上がんなきゃいけないからはい、6万点の一人行きとかになんなきゃいけないね。6万点の一人行き、うん、はい、まあ、ラス親となっていますが、一つ位がどのように戦っていくか。藤原さんもトップ必須ですね、はい、また16位となっています。まあ、一つトップを取ってサルカをかわしてしまえば奇数択で後半戦の開拓と、そうですね、ポイント的にも60ぐらい、マイナス60ぐらいの人と100ぐらいで当たれれば全然ねチャンスありますからね、はい、最終戦勝負と。たまに4連勝する人いますしね。あ、最終戦ですね。たまにですけどね、たまにいますよね。最下位から、うん、そうですね、100ポイントまくっちゃう人とかも、ね、はい、あれはまあ伝説となるような対局ではありましたが、さ、そんなことも記憶に新しい連盟チャンネル記憶に新しいってこう毎日その夢しか見ないですけど、ね、体に刻み込まれてローピンの夢しか見ないわ本当に。あ、リサシのイちゃんって、そうなんです、はい、内川親番でチャンス手が入っています。そして魚谷、そして一つ岩チュンがあんこになった。ドイツが多い手配でしたが、このあんこは取っておくか。取っておきたいけど、リャンワンがよっぽど自信あるのかな。はい、取っておきましたね、うん、チートイツドラを重ねれば大きな手となります、うん、あ、もう慎重になってる、はい、うん、重ねたのは何、 E ピンのトイツ落としはもう間に合わなそう、うん、はい、なんでいきましょう、なんでいきますか、うん、さあさらに一つい、ドラが2枚切った、はい、ここはもう上がりやすいところを残していく。さあテンパイが入ったのは内川、うん、ここはリャンワン待ちでのテンパイです。リャンワン間に合いましたね、間に合っちゃいましたね、間に合っちゃいました言い方間違えた、はい、間に合っちゃいましたね、間に合っちゃう、うん、さあこのイーソーは
子として捉えられていたかどうだ。一つい純南子外している。さあこれが痛い選択とならなければいいか。さあどうだ、トン引かなきゃいいのかな。そうですね、リャンワン引けばいいんじゃないですか、はい、そうすると天敗ですからね。そうするとチートイツの天敗、リーチするかと思った今怖い人だな、カラキリ、うん、まあ、これは単葉などの変化もある形、まあ、単品三色になる可能性ありますもんね、はい、数品を引くだけで何半違うんだって、ね、その1枚で、うん、しかも急走が全部見えてしまって、うわリャンワンだ。これは手刈りをする前に内川の上がりとなったピンフ1500点は一対から上がって親番連チャンとなります。さあ親番が続きます。内川4回戦はトン1局、内川さんは1時間ぐらい連チャンしたいと、はい、現在は第4位につけています、うん、もうここからまた直接対決とはいえポイント持ちすぎてて悪いことはないですからね。そうですね、 A1 リーグ復帰に向けて第一歩とところ。さあその親番のハイパイはこちらです。ドラワハク若手一番手は俺だって言ってね、はい、勝又さんの方が若いかな確か。あ、そうなんですね、年齢的には勝又さんの方が若かった気がする、はい、ただ木が内川さんの方が新しいはいはい、のでそうですね、うん、内川プロは22期と一番新人だったんですよ私、はい、新人感半端なかった。新人どこ行っても先輩だらけで、まあ上のリーグに行くとそうなりますよね。先輩しかいないと思って、ね、先輩しかいない、すごくいい環境だと思いますけどね、その先輩しかいないようなところで。この A2 リーグでは魚谷が25期と一番ですか、言いますか。そうですね、現在は25期の魚谷が一番、若手というとちょっとあれですけど、木は長い、木は若い。じゃあ次内川さんとか白鳥さんになるのか、はい、白鳥さん私同期なんですよね。客の白鳥ですか、あれ客のさんも同期ですか。23期って書いてありますね、うん、なので、まあ、そのあたりもまあ、同世代というか同期に近い形ではありますよね、うんうんうん、ただ佐々木プロも22期となっているのでその1年先輩。そうか、佐々木さんと内川さんが行くともう 若手の時代がそうですね、で、まあ、近藤プロが行くとまた17期が帰ってきたぞと。そうですね、結局17期かっていう、ね、はい、また17期が戻ってきたかと前田プロに引き続いてというところになりそうです。さあトン一局一本馬です。親番は内川が連チャン中、数万も重ねてちっとい数万個、はい、両方見える形にしている。そして藤原もイーシャンテン両面両面、レジェンド頑張れ、はい、レジェンドの活躍も楽しみにしている方々はたくさんいます。めちゃめちゃ優しかったんですよ、この間立ち合いだったんですけど、はい、私、はい、負けた時いましたね藤原プロ後ろに、うん、そんなに優しかったことあるっけってぐらい優しくすっごい優しいじゃんと思ってテンパイはテンパイ入ると、はい、テンパイが入りました。ウッパー総待ち立ち合い人の藤原プロですね、はい、ね、藤原プロ優しいんですよ、ね、優しすぎてちょっと優しすぎてやめてくださいと思ってほろりと来てしまうそうなんですよね、藤原プロ誰よりも対局見てますからね。そうなんですよね、選手のその昇降球もかなり身近で見ている。その立ち会い人も、まあ、A1 の昇降球戦高級戦なんかはすごく楽しみにというとあれですけど、注目して黙ってる、はい、黙ってる弾力がすごい、黙ってる弾力はウッパーソー待ち、うん、まあ、今更ってとこですか、はい、今更この手千二千にしてもってことか、はい、あ出た、ここに来たウーソー、うん、これで上がりとなります。藤原単野を1300は1600、内川から上がって親番を迎えます。さあその藤原もこの勝負の半チャンネルを迎えています。
トン2局。地下から1300上がって迎えた親番。ドラは3走です。3走ないな、数走攻めてお隣さんで受け入れようと。そうですね、まあ、ドイツもある、チート一応あるからパーピン切っといて、はい、そのうち結局キューピン落としみたいで横伸びタイヤを作戦、うんうん、谷はローワンガンコ、また休憩っぽいな、また休憩。今日ちょっとね、そうですね、いける手が来ないんですよね。そして補充するときにちょっと高い手が、そうですね、はい、3走ドラを重ねたのは内川です。大谷にとっては苦しい戦いが続いている。なんちゃかな、はい、自家製の難を重ねた大谷も本当に本番となる対局がすごく続いてるんですよね、うん、そうですね、女流王家も真っ最中なんで、はい、そうなんです、タイトル戦も放送対局もほとんどがもう放送対局ですもんね、大谷は。そうでしょうね、はい、もう勝負がなんか続いてしまっていると幸せなことなんですけどね、はい、ただなんか微妙に離れててほしいですよね、はい、微妙に、そうですね、ピョンピョンピョンって離れててくれれば密度が、そうですね、なんでだけどこれは泣かない、泣かない。1枚目の難はスルーだ、うん、大谷あんこ手か、ただ嘘には手かけられない、はい、リュウハは唯一の役になりそう、うわぁ急走3枚切れか、嘘を切らないで、うん、まあ形も残す選択、レジェンドは違う、はい、場を見ながらの選択となりました。急走の3枚切れは見逃さない。とりあえず後半のあの守備がきつくなるんですよね、はい、その瞬間の廃効率、1枚急走逃すの分かってるんですけど、はい、後半に数走とかまあ、嘘もそうですけど、はい、全部切らなきゃいけないっていう、うわノーミスチートイーションって、はい、トンも重ねた一つい、うん、あトンもちもち、はい、トンはもちもち、内川ドイツドラドラですもんね、乾燥入った形がぐっと良くなる、うん、これでピンズでメンツができて、あさすがに初か、はい、メンツの形は十分か、ここで初をリリース、藤原声はかからない。この持ってきたペイは自家製の範囲はションパイ、シャーは1枚切れ、そうですね、キューピンかファーピンそろそろ手かけておかないと、はい、後から出てくると、後から出てくるとちょっと怪しくなっちゃうから、はい、うん、それを残してたんだと、うんうん、へーってなっちゃう、ね、ヒントになる、これでキューピンの統一落としはタンヤオに向かう、うん、もう間に合わないってことですね、はい、もうのんきなリーのみ打ってる場合じゃないからここはある程度のパンチ力をつけて、うん、あの現物使って自敗三頭立ては、はい、自敗三頭立ては、ね、誰かさんの得意なんですね、はい、おー現在第2位の佐々木久保とはゴロチョン3色以上の手、嘘でしょ、これは美しい手になった、うん、さあ佐々木プロは1位ですね、現在首位となっています。あの手法がはい、流行りになるのか、あそうですよね、残した話題にはなる、そう、まあ、G1 の天敗、天敗はい、一旦の天敗と言えるでしょうか、カンチーアマチュア単用の役があります。この G1 は場に1枚切れ、大谷が1枚持ってますね、はい、ということは山に2枚でもその前に手を変えたいところ、ちょっとねみんなの切る牌が強くなってきてるんで、論争どうかなっていう、はい、ただ名本チートとかもあるのかな、はい、となるとリャンピン、リャンピンなんかも、いやちょっと何してるんですか、ドラですね、トンないからね、内川さんね、そうですね、もちもちです、あ6チッパーパーピン振り点だけどっちがいいのかな、さあどうする、うん、これはカンチーワンのままにします、うん、藤原パーピン振り点、そうですね、嘘を引いてきた、今打たないともう、ああもう もう打てないですか、もう打てないかもしれない、ここで仕掛けが入る初のポンを入れたのは魚谷です、こ
これで地風の南もドイツ、何を引いてきた、パーマン、パーマンか、なんかちょっと待ち頃じゃない範囲でもちょっと手の内に残さざるを得なくなってきているか、気合が入っている、天杯を入れている親の藤原、これはチーしてどちらに受けますか。9は狙いに行くんじゃないですか、はい、6球は難、うん、魚谷の選択、難は1枚切れ、うん、何を持ってきた、チーソー、チーソーは結構通りそうですね、はい、いや嘘でしょ、カンサンマンは受け入れて、あっ、ね、シャンポン待ちは上がり牌、うん、役がある方がない、ね、うん、ない、うん、そう、そう、うん、そういけた、はい、うん、そういけると、あ藤原さんも痛いけど、まあ藤原さんいっか、まあそうですね、うん、そういけた、うん、そういけた、うん、そういけた自身にとっても上がり逃しになってしまう牌ではありました。さあ何持ってきた、チーソー、藤原はカンチーワン転敗、空切りしようかどうか、でも今スーワン取ったからうっかりチーワン出るかもしれないから手出しと、はい、手出し入れず、うん、手出し入れず、うん、入れず、一つも転敗が入らない、3品一応取ってるのかな、内川さんが、そうですね、3品はシャンポン町への転敗を取った内川トンはもちもち、数品が山に1枚残り、大谷の仕掛けに1枚入っています、白は大丈夫で9万どこ行った、えそうですね、9万は誰の手にもない、うん、1枚2枚出てるか、はい、2枚出てて残り2枚、藤原さんがローワン1枚持ってて、何が1枚切れ、はい、何万、にゃん万、大谷もチーワン持ってきてしまうと工場になってしまう、そりゃ切れるよね、ドラさんだもんねあ、チーワンだ、これは藤原上がりました、ツモタンヤオ、センオールのツモ上がり、連チャンとなります。さあそれぞれの選手が親番連チャンしている、藤原と2局1本場、ねじりましたね、ねじりましたね、ねじってサイコロを振ってねじ込むよってことかなこの曲はねじ込むよってそんなにわかりやすくみんなに使用してるんですかサイコロの振り方、どうなんだろうと、まあ、でも選手によって個性が出ますよね、そうですね、あの親指で振る選手なんかもいますから、山脇千風さん、そうですね初めて同卓した時感動しました、まあ、本当に親指で振るんだと結局いろ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 聞いたところ、はい、なんだかんだ言って、はい、ちょっと流れ変えたい時とかに、おー来た、なんだこれ、あこれは一対の手配ですか、うん、ドラドラでしかも初があんこ、うん、チャンス手となったのはシャーチャの一対、ちょっとくだらない話、そうです、ね、終わりにします、はい、サイコロの話はまた後でにしましょう、内川と藤原の手にドラの難が1枚ずついっています、うわ本一に、そうですね、行きたいけど、行きたいけどドラドラだし、うんけどちょっとぼかし気味に、あんまり受け入れも狭くしたくもないかなというのもありますか、トン切った何持ってるでしょう、藤原さん、はい、そうなんです、内川藤原に1枚ずつ、あれ贅沢言わないローピン切り、あぜすごいすごい贅沢言わないパーマ切り、だった本一にはいかない、ここはあるもので上がりを求めると、はい、まかないみたいな、まかない料理みたいな、贅沢言わないです、はい、ある冷蔵庫にある材料で、ある材料で作る、はい、うん、まあドラドラですからね、主婦の鏡ですね、そうですよ、うん、まあ、素材としてはドラドラがあるから十分とところでしょうか、魚谷の手配、単葉配が多い、卵あるから十分、そうですね、まあ、ドラドラもうちょっといいものをしてください、はい、ソーセージぐらいはあるかなと、これどうしますか、一応いいシャンテ、これでソーズで一メンツできました、役は初があるので、まあ、ローピンか三層、さすがにねくっつきがローピンはねちょっと、はい、どちらがいいかなと、うん、あちょっとなんか手が育ってきている、順当に難が出そうになってきた、順当に難が出そう、うん、あっと
ここで仕掛けたのは三腕のボンから行きましたよ。めっちゃ目立つやん、はい、目立ちたがりやん。シャーチャの一対は三腕からボンしていった。しかも誰やんわ。初ドラドラのイーシャンテン、藤原の手の内の難、そして内川の手の内の難。これは難ロックされちゃったな、はい、そうですね。これなんちょっと切りづらくはなってしまうかされたけども、でも贅沢言えないしな。シャーチャリャンピンも言ってるもん。あ、これは天敗ですが、うん、ちょっと待って、3万捕まってる。藤原さん、サブローマン、そうですね、藤原が4枚目の3万を。なんで内川さん間に合ってんだ。そうですね、天才か、天才かもしれません。天才か。ローマンは間に合っている。サマー大谷から打ち出している牌を一つがポンしています。大谷めっちゃ強く押してますね。そうですね、もう腹くくれてるわ。もう、うん、もうくくってきてますか。もういいわ、ネクタイが映ってる。あ、ネクタイネクタイが映って手牌が見えない。そんなことありますそんなことあります。リャンピンがつもぎり、あ、見えましたね。よくね、あの左手が映ってるとかね、そうありますけど ね、ネクタイが映ってて手配が見えない。さすがに草ですね、はい、であーあー、そうして自力でのつも上がりとなった一つい。薄くなっていたサブローワンでしたが、ここは仕掛けて上がりを決めました。苦笑い。そうですね、苦笑い。マサマン打つよりマシ。そうですね、かな、うん、はい。初ドラドラ1300-2600のつも上がり上がって一つい藤原の親番を流していきます。魔法獣よりはというようなサブローマンでしたか。親かぶりで、そうですね、脇とも点差ちょっと開くんで、まあ打つよりは親かぶりの方がちょっとマシ、はい。トン3曲、魚谷の親番です。ドラを吐く、先ほど腹はくくれてるんじゃないかというお話ありました。魚谷さっきまでだってあんなに絞ってた人が別人のように無筋切りましたからね、はい。ここはちょっと気持ちを変えて、こちらは一対の手牌はドラの白が1枚なんちゃ。ちなみに女流プロで腹はくくれてるっていうのは私か香里さんぐらいですね。そうですね、やめますね、表現を変えます。腹はくくれてるってこと、何ですかね、すごい難しいな。そうですね、腹をくくれてるっていう表現って似たような表現しかないですよね。そうですね、覚悟が決まっているみたいな。覚悟が決まっている、それにしましょう。あんまりでもそれもちょっと覚悟が決まっているんだ、はい。内川さん、ね、ドラドラだ。そうですね、ドラドラの手牌は内川白が統一、その白が1枚浮いているのは一つい。よっぽど出なそうですもんね、はい、うん。もう一役欲しいですね、内川さん。なんかああこれはネクタイ が、ま、タイがお守りか。そうですね、ネクタイが映り込む。さあ9ピンのターツ、前順に9ピンを切っている、ターツ外していたところではありますが、うん、6ピン引けば、はい、うん、はい、6チッパとかもね、はい、見えるから変化がある形、うん。もともと先にローピン引けばっていうパーピン残しの9ピン切りだったんでね、はい。まあその順番がもともとって言えば、もともと私は藤原さんがプロになればって言って。あ、そうなんですね。そうですね、あの同期の越野プロと一緒に、はい、なろうかなって言ったら、なればいいじゃんって言ってちょっと藤原さんに押されて、かなりカジュアルななればいいじゃんいいじゃんいいじゃん、 いいじゃん、なればいいじゃんって言ってなったんですね。それでまさか藤原プロの対局を解説するようにそうですね、未来は何があるかわからない その時の自分には夢にも思わないような。そうですね、私は夢があるんで、ちょっと名人戦に出るっていう夢が、はい、名人戦に出るまで頑張る名人戦に出るのは50歳以上でしたっけ。そうですね、はい、瀬戸熊プロがもうすぐ、そうです、はい。わわわわ、なんかランダ戦が始まったぞ。仕掛けが入る、内川がチーピンのポンを入れている、うん、そしてその前に藤原がパーソンのポン。内川さんはトイトイとドラドラ、ドラドラで、はい、結構順当な仕掛け見えるんですけど、はい、藤原さんのはもう、そうですね、ドラない、ドラない、ドラない単野をやっちゃいけないってやつじゃないですか。確かそうですね、で筋牌を送って、はい、うわータ
選択だ。9番1枚切れ、3番1枚切れ、はい、3番ですね。1枚切れで、まあ、内側の方と、うん、さあ内側のトイトイドラドラ、白もまだ山には1枚残っています。3番で当たるんだったらもう先に当たっといてほしいですね。もう3番で当たったら1000点だからもう先にもう当たっててくださいと、はい、先に当たっててほしい、うん、白箱になった。3番を切っていく統一落としが見える。道原さんどんな手に見えるか。チーマンとキューマンのシャンポン待ちはトイトイ白ドラさん。なんだユーミンが9番持ってるから。そしてそうなんです。そして大谷サブローマンがきつくなりましたね。でも大丈夫、はい、9番は切らない。なるほど。あとチーマンも切らない。そうですね、間違っても間違えない。間違っても降りない限り、もう降りるのも誰に降りるんだっていう話だから。そうですね、羽マンの天敗が入っている内川、積もれば3個もつく形。さあこのチーマンと9番は大谷の手に1枚、そして9番が1枚と。嘘でしょ。藤原がリャンソーポンしてリャンソー、見たことない、はい、誰も見たことないような藤原の、だってリャンソーポンしてリャンソーですからね。誰も知らない藤原さんの顔ですね、はい、これは待って、リャンソーないわ、リャンソーがもう山には残っていない、リャンソーもないですか。しかもなんか微妙に想像高くて、そうですね、各社打ちづらい、もうしかも内川さん全部ぶつけてて、はい、リャンソーが1枚。帰りたい帰りたい。バクツさんは帰っちゃダメです。この曲借りますと、はい、この曲だけ見て。さあ9番は山には残っていない。 G1 が山に1枚残り。うーん、でも頑張れない、これウーピンだ、頑張れないです。はい、これは何を、チーソーか、何をどうか、シャアシャアは積もればバイマン、大丈夫そう、ドキドキする。見せてくれませんでしたからね。そうですね、チーマンと9番のシャンポン待ち、やめてよ、リャンソー待ち、藤原決死のタンヤをパーソーとリャンソーをポンしています。あ、チートか、チーソーを切れる、チューンも、チューンも切れる、はい、うん、今通った、はい、救世主急に現れるか、救世主一対となるか。ただドラの白がもう山には残っていない。そっか、そうなんです、切れないもんね、さすがに。いやー、チーワンリャンド1枚勝負なんだからさ、1枚勝負なんだ、どっちが勝ってもいいんですよね。1枚勝負なんだから、別にそんなすごい高い人が勝たなくてもいいじゃないですか。リャンソーも1枚残っている。大谷はおでこを抑えている。かわいいな。そうですね、知恵熱出ちゃってるね、ちょっと体が熱くなってるかもしれないですね。びっくりした、びっくりした。さあ内川積もればバイマン、出上がりでも1万2000点の天敗はチーマンと9万のシャンポン待ち、自身でチーピンをポンしています。まだ1枚 G1 残っている。ドキドキさせる。対する藤原はリャンソー待ち、あー怖い、タンヤオの天敗、自身でパーソーリャンソーをポンしています。大谷の親番は終わりですか。はい、そうなんです。大谷ここは勝負の親番としたいところ。一つにもドラの白がネックとなっている。二人の仕掛けを受けている。E ピンいけるかな、いけないか、ウーピン、これローピン振り点だ、はい、あれ違うね、あ違う、嘘もないんです、ね、でもちょっと嘘に見えましたね。はい、やめてやめてやめて、怖い、あそこ大丈夫、はい、このリャンマンは切れる、はい、これは両方安牌か、隠れドラ、この内川、これさ一つでも有効牌かなり引いてくるんですけどね、うんうん、白菜切れればね。さあそうなんです、白菜の白がすごいすごい人だから、はい、一生場に見えない、はい、ウーワン、これは切っていく藤原、恐る恐るといったところか、これ相当強くないですか。はい、藤原かなり目に見えて押してますよね。パーソーリャンソーとポンしている藤原、しかし内川の天敗は出上がりでも跳ね回る形、初なしの留意層かよっていうぐらい強く押して、ね、あ、ちょっと待って、
関したらね、チーワン危ないからね。そうですね、4枚目のローマンは右端に寄せてアンカン一発裏ドラ、カンドラがないルールです。藤原林上海から何を持ってくるか、3品これは、はい、林上にはあまりいい牌は寝てないので、はい、本当それだけは最近よく見ますよね、林上にはあんまりいい牌寝てない、はい。さあ2人の待ち牌は山に残り1枚ずつとなっています。はい、さあ内川、このフォルムは大丈夫でしたね。はい、そうなんです。あ、もう降りれる、もう降りれる、できた内原、あ、ちょっと、パピー降りれると、いや降りれるかなと思って、そうですね、山が短くなってきてからですと、うんうん、藤原さんなら、はい、もうつまばんないんだから、降り、あ、リャンソがここにいた、うん、これで藤原の上がり牌は山からなくなりました。これで流局となりました。うん、内川そして藤原の2人転牌で流局となります。開かれた手を見て何を思うか内川入ってんなって思う内川入ってんなって思う藤原さんは太陽のみかと、うん、思う、はい。そして親番が変わります。トン4曲、親番は1ついです。1本場ドラは言いそうです。この対局は一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われています。さあこちら親番1ついの手配、ソースが多いように見えますが、いやこれ良さそうだ、だって地配もないですもんね、うんうん、9ピンが重なっている。想像は連続系、何から切りましょう。やらしくチーピンか、チーピンはシンプルにリアウマンか、将来のことを考えた一打レジェが選ぶ、レジェが選ぶナンバーワン候補、はい、後々の後々のことを考えた論って言われるとちょっと崩れ落ちちゃいそうな、そうそう、近藤さんが選びそうな、はい、そうですね、だいたい手役と連動してることが多いですよね。しかもちゃんと後からかぶってちゃんとからぎってくれるっていう、はい、あ、これ通りやすいんじゃない、うん、っていうのをちゃんと、そうそうそう、私見てなければよかったみたいな、そうそう、これ降りに来るあの町点数以上に結構効きますよ ね、 そ う、 ですね、そういう上がりは。さあこれで一つさらに手役も見える形となったがチームは切る、はい、ではパーソウパーピン、チーピン、キューピンのイージャンテン、受け入れは十分、贅沢な私としては、はい、今ん、あ、これならば、はい、これならば一回チーピン切って、はい、リャンゾを引いたらちょっと考える、はい、一通とドラの受け入れですね、ドラの受けみたいな、あ、しかしつもぎり、これだとパス引きの2、6オールリーチができない、はい、けど9ピンチーピン引きの即リーが打てるんですね、目いっぱいの受け入れではあると、うん、もしかしたらそんな手上がりたくないのかもしれないな、9ピンツーも1ペイコじゃなくて俺6千オール引くから、はい、ちょっと待っててと、もう一気通過にしたいんだよと、一ついは、うん、もしくはチーピン引いて9ピン切り、いやそんなことないなそうですね、うん、何を選ぶか、リーチする気、これはチーマン切りが少し痛い形ではありますが、まだまだわからない、ドラのイーソーはまだ誰の手にもありませんからね。でもまかない派だったもんな、まかない派じゃんし、いや、まかない派、まかない派あるものでまかない、うわー、あー、まあ、その時にマンズを持っていなかったがゆえに一つい、まかない系雀士、まかない系雀士だから、でもさっき上がった、それで上がりましたよねそうですね、うん、上がることもあります。あ、チートイ統一が多くなってきた、ユーミン贅沢しちゃう、この辺で非常に判断難しい手配ではあります、うん、リャンペイコを見て、リャンペイコを見て贅沢な、贅沢なセレブ打ち、いや、ここは嘘を形を決める選択、これでメンツができた、うん、あ、リーチしないんですね、やっぱね、うん、はい、構えます。リャンウパーソー待ち、ピンフの天敗、親の一ついです。あっという間に上がってしまいそうなリャンウパーソーではありますが、イソ引きの変化も一応ある形、い
一応8位みたいですけどね、はい、パソだ、うん、パーソーが打たれて上がりました、うん、ピンフ1500点、内川からの上がりで1500、1800、親番連チャンとなりました。返品つも3色そうですね、マンズの6、7、8のメンツが抑えられていればと。贅沢言っちゃいけないですね、はい、上がれたから、はい、そうです、うん、親番も連チャンとなりました、うん、6万点必要なんですよね。6万5千点ぐらい必要かな、はい、8位藤島の差ですね、うん、1つ位現在は第9位につけています。33,300点持ち、ドラが3万、親番のハイパイ、こちらソーズで1メンツ、ピンズで1メンツと手材料は悪くなさそう、うん、いいですね。これはいつ見るのかな。ローワンもスーワンも切れないし、ダブトンも切れ、ダブトン切るか、はい、ダブトン切って目いっぱい、うん、一応息通感も残せる形と。そして藤原も中ちゃんぽよ、藤原さんはリーパイを忘れたぞ、はい、ね、勝負に入り込んでいますか、うん、あーこれだ、はい、来た、ここだ、5対初順統一はマンズが多い形はドラドラです。ここだったんだ、はい、ここのためにこんね、今日一番のチャンスでと言っていいでしょう。さあこの順は1枚目からポンしていったチャンスでようやく来たか、大谷これ60番残しますか、はい、ランドスーソー的なとなるとソーズのダーツ払いとなるか、うん、あ、まあ、ストレートに行きますか。そうですね、三色ではなく両面形を残す選択とします。甘露丸入った内川もツモがいい、まあ、チェンの位置抜きしてる人いますからね、はい、うん、ペイちゃんの方にそこに何切ってる人もいますね、はい、何ぐらい切らないと藤原さんも手詰まるからしょうがないか、はい、3ピンを引いた、これは不要配か、タイヤを、タイヤを切っていくうわぁ、内川さんがもう出方がえげつないもんもう出て行き方がいいですね。ああ、すごい、見ました、今見ました、はい、今のどうしました、イーソー、スーソーっていう、はい、今そう指差し確認しました、ね、はい、指でちょっと示してくれましたよね、うんうん、ああ、すごい、いいの引いた、これはくっついた、い横並びにくっついた、すごい欲しかったわそうですね、すごい欲しかったですね、すごい欲しかったです。これでマンズの形がかなり良くなった、うん、本一ヤクヤクドラドラが見える形、いいシャンテンとなっているのは大谷です。ウーワンパーワン、ウーワンですね、ウーワンが危ないですね、はい、先にウーワンから切ります。うん、関連層引いた、藤原も伸びてきている、テンパったけど、これはシャーと初のリュウハ、これ、あー、スーワン打たれる、あー、ここでスーマンが打たれた、内川さんにパーワン打たれない、もうちょっとやらして、はい、ハネマンですよね、高め初はハネマンです、危ないよ、みんなマンズを打ってくる、大谷天敗だぞ、シャート初のシャンポン待ち、初で上がれば12,000点、すごい押してくるじゃん、はい、みんな、ワクツさん、これシャーも初も誰も持ってないでしょうね、アファワンだ、あ、これは打たれた、一つ位の上がりとなりました。ピンフの上がり1500は2100、大谷超超超勝負手でしたが、超超超ですね、はい、ここは一つ位の上がりとなりました。まあ、今日ここ一の手配でしたが、そうですね、上がれず、ここに、ね、しかしこれで投資に火がつくか、ひょうひょうと、はい、でも前髪、メンタルの強さには定評があると、そうですね、さっき、はい、カラーっとした声で聞いてましたからね、はい、あれ奇数と偶数どっち先ですかってカラーっとしてんなと思ってそうですね、うん、カラーっとしてましたね。最後まで諦めない女、大谷由美、応援してる方もたくさんいらっしゃいますからね、今日は、そうですね、今日はちょっときついですもんね、はい、そうですね、その応援に応えたいところです。うん、ドラドラだよ、はい、ドラドラ、再びドラドラの手配が来た、統一4つですごい大変じゃんこれ、はい、手配は来てくれているか、うん、ひとついさん、白が統一、白泣くんですかね、はい、ちょっとコツコツ作戦に見えるんで泣きそうですね、はい、コツコツ作戦というのは、まあ、安くても親番連チャンして加点を少しずつでもしていくと、え、テンパったよ、
はい、これはチーソー短期チートイズドラドラ。なんと電光石火の天敗はベーチャの大谷です。チーソー短期はドラドラチートイツ。積もりそうな街って分かんないもんね。そうですね、積もりそうな街って何ですか。しかも順目が早いですからね。うん、64を満貫にする必要はないので、はい、64を跳ね満にするのは倍々ですもんね。倍々、はい、積もれば倍になりますからね。さあこれは自分で積もれる街を選択したい。満貫ではなく積もれば跳ね満の手配、うん、なのでリーチの街配をちょっと今探しているところでしょうか。あとはなんかリーチしちゃうと、リーチすると出ちゃいそうな町に変えるか。はい、うん、とりあえず今のところチーソーは藤原の手に2枚、キューピンは3枚。いいです、いいです、そんなの、はい、そんな贅沢言わないです。はい、はい、うん、チートイズドラドラで十分、うん、こういう時に限って早くテンパちゃうんですよね。もうちょっとゆっくりだったらなんかいろいろ間違えられたりとかできるんですけどね。はい、そうなんですよね。なんかね、ここからどうしていくか。いや、これはね、仮点ですね。はい、より外側の範囲に変えておくと。うん、数番切りあるのかな。あ、C1。さあ、ドラがウーピンとなっていますが、そのここで天敗が入っているのはこれか。ペイはどうですか。ペイ自身ペイ茶ですが、ここでリーチと行くペイは親の一ついの第一打。あ、ちそう、あーちそう、宣言敗。内側の手にペイが1枚、うん、リーチを受けて、しかしまだちょっとまとまりづらい手配と言えるでしょうか。さあ、このペー短期は内側の手配に1枚、捨て配に1枚と、山には1枚残り、跳ね満の積も上がりもあります。それを受けて内側さん切らなそうだな。なんか根拠ないけど、そうですね、省エネの手組みにしてますか。ちょっとね、切ってラスはちょっともったいないですもんね、はい、こちらの手パーソーパーソーと切ってていく。さすがや、さすがや、行きどころ、降りどころと。藤原はこちらの手配リーチを受けています。ドラのウーピンは1枚。残し方ですね。もうあの親に、おお、最後のペー積もりましたよ。大谷リーチ積もチートイツドラドラ3000、6000は3300、6300の上がり。これで一気にポイント回復となりました。嬉しい跳ね満の積も上がりは、町頃の牌をしっかりと捉えた上がり。さあ、これで一旦選手の休憩時間となります。さあ、ここまで苦しい戦いを強いられていた大谷ですが、そうですね、勝負どころ間違いなかったですね、はい、これだけかもしれないですかね。この半ちゃんで跳ね満の手がここだけだったかもしれないんで、はい、そうですね、ついにものにできた全局のドラドラの本一もありましたが、うんうん、ここで3万9000点持ちに浮上と、一気に反撃ののろしとなるかというところではあります。そして一ついは3000、6000の親かぶりで、一応原点割れた形は2万9100点持ち。一ついさんと25ポイントぐらいですもんね、はい、だからトップラス決めてもう一回逆転できるかもしれないですね。あ、なるほど、ね、ただそうするとすごいここひしめいているので奇数とか偶数とか言ってたから、はい、それどうするのかが、ね、この紙持ってないと難しいですね。はい、はい、この選手にも一応あの4回戦スタート時のポイントは配られています。配られてるんですね、はい、ただそこからまた計算になるわけですからね。そうですね、そこからは1000点上がれないよみたいな、はい、そういう、まあ、とはいえポイントがある方がやっぱりいいですかね。そうですね、どうですか、ワックスプロは。私は、上がります、はい、上がりますが、偶数奇数もありますが、どっちに行っても私は一緒なのでやることがってことですか。やることが できることが、はい、自信がないので、あの自信がない、自信がない、そのこのB 卓に行ったら勝てるとかいう自信がないので、はいはい、そこは細かいポイント計算よりも、もう、まあ、50勝てばいいんでしょみたいな方が。そうですね、もちろん最善はあの奇数卓に行くことだと思うんですけど、はい、そこは、はい、あくまでもということですね。
はい、これで親番が変わります。4回戦難入となりました。迎えた親番は内川です。大谷の3戦6戦の上がりから吹く風は変わるのでしょうか。親番を迎えた内川、現在は21,800点持ちと、本日ここまでかなり、そうですね、はい、好調の印象でした内川でしたが、ここでは4着目ドラは初です。こちらがその親番のハイパイです。この手はよくない、はい、いいところを教えてください。イーソーが3種類、あ、1が3種類あるぐらいそうですね、1が5枚ありますね。1が5枚ありますね、はい、急走からの第1打、かなり第1打に時間を使っていきました。藤原はこちらの手前でも、はい、失敗しそうですね、とりあえず、はい、まあ、端っこの牌から切って、もう失敗とも言えなそうな牌が来ますよね、こういう時って、はい、第1打急走切ったらパッソを引くみたいな、あ、いや別にどっちでもいいよみたいな、あるある、そういうあるちょっと待って、やめてください、怖い預言者が怖すぎる、そういう、はい、本当こういう手はね、本当ね無理なんで、はい、公式ルールあるあると言えるんでしょうか。私職業間違えた、ね、占い師だね、そうね、麻雀占い師、そうですね、今からね、あるある占い師始めようかな、あのプロジャン試験占い師でいいと思います瀬戸熊さんと、はい、上がり逃しとか、上がり逃しとか怖すぎる、すぐにパスを引いてきました。いや本当にどうでもいいじゃないですか、はい、本当にどうでもいい、そうですね、はい、まあ、急走、うん、まあ、誰もが選びそうな、はい、急走、うん、なんか失敗しといた方がいいみたいな、なるほど、ありますよね、そこは恐れずにと言いますか、いや、うまく組んじゃうと、はい、テンパイしてしまうかもしれなくて、はい、この手本当にどっちでもいいじゃないですか、はい、そういう手をうまいことテンパっちゃうと、はい、戦っちゃうんですよね、まあ、そこは上がりたくなってしまうというか、人として、うん、でも特に魅力のない手だったじゃないですか、はい、それを完璧に仕上げてもいいんですけど、はい、ただ入らなければ打たなかった牌みたいなのもありますよね。テンパイ入りましたね、はい、テンパイが入ったのは大谷、パーピンとパーワンのシャンポン待ちはタンヤオのテンパイ、変化もまだある形、現在4着目の内川の親番です、うん、これはこのままウーピンは前順切っている牌、メンツができました。一つい、さらに横に伸びたピンズ、妄想を重ねた、うん、ドラも見えないしもうウーピンもそうですね、あれだし、あれだしってなんだ、ないないしあれだしってなんだ、はい、上谷が2枚切っている、はい、まあそこを目いっぱい持っていてもあまりどこまで行くんだみたいなね、最終形にもならないかなという判断でしょうか。ターツのローピンから切っているこちら藤原の手牌、どこに向かうか、まあ、2差しは見えなくはない、見えなくはない、なくはないぐらいですね、なくはなくはないぐらいと、うん、なくはなくはないぐらい、はい、うん、先制テンパイ大谷、パーピンとパーワンのシャンポン待ち、うん、そして内川は3色など望める形は重ねたリアンスを、これはどうする、うん、もうここからは流派、虎の初がこれ4枚あるので、あと3枚あるので、はい、ここからはもう流派の行方をね、はい、現状は一つの手に1枚だけある初、うん、それがどこに行くんでしょうか。さあこれでさらに、まあ、つパターン的に大谷さんに来て、はい、しぶしぶつもぎって目立つみたいな、あーリーチ考えてんのかな、変化はあ、これいい街ですね、はい、考えましたが、うん、闇手に構えた、自身からローマンが3枚見えている、うん、タンヤオピンフはスッチーマン待ちのテンパイ、チーワンは1枚切れ、それ以外は見えていません、チーソー引いてたわ、あ、うん、ここに来たドラの初、うん、チーソー引いてましたね、あ、あ、うん、
からげればからぎるほど怪しい怪しい怪しいけどもあるけどもあるけどもみたいな、うん、危険だからもう、はい、まあ内側を残して、うん、手を進めている大谷はスッチバン町の太陽ピンフテンパイ、すっごいグリグリ、そうですね、気合が入っているか、大谷スッチバン町、うん、内側はどうだ、キューピンつむぎり、スッチバンはこらえられる、スーバンもこらえられる、こらえられる範囲ではありますか。さあ、チーワンかなりいいですか、山に2枚残り、景色はすごいいいですよね、はい、いいけど、ただ、まあ、ドラ持ってきた時に例えば、はい、藤原さんがドラポンだった時とかに、はい、無駄に止めてしまう、なるほど、あ、スーワンがここに来た、これでスーワン山に残り1枚、これでチートイツに向かった、うん、3品は切らない、初にもあるんですよね、はい、そうなんです、まだ一つ、そして藤原の手に1枚ずつあるだけです、そしてスッチーマンが少し薄くなってきた、もう降りたい、はい、親番の内から降りたい降りたい降りたい、はい、降りたいって降りたい、3番があんこ、これは切るか、藤原、ドラを引けば勝負手となります、形を決めている選択、これもからぎると怪しいよ、はい、さらに手出すと、うん、まあ、ウーピン2枚切ってますからね、これはつむぎる、さあパーピンつもは一つ井の手配、ドラ1枚しか見えてないですからね、はい、一つ井さんからはもうちょっと何も出ない、はい、何も出ないか、あ、チーマンだ、ここにチーマンが来た、これでチーマンが残り1枚となりました、うん、うわー、もう一枚はリャンマンは一応リャンペイコーなども無理やで、はい、ある範囲ではありましたが捨て範囲に並んでしまった、急走まだ使えないのかな、自分で2枚切っている範囲、取っときたいですね、もっと、まま、親の内側の現物でもり、今切れるの、はい、あ、なん、なん、うん、なん、さあ何を引いた、力がこもっている、うん、違う、そう、もう一回三層と三品、結構自信あるのかな、三品、はい、取っといてますよね、うん、取ってますもんね、はい、大谷が切って泣かれないし、はい、うん、これは残していきました、大谷スッチーマンの天杯、シャンポンからの変化がありました、さあ、イーシャンテンまで来ている親の内川、うん、トン、これは親が切っている、あ、びっくりした、パーマンは自分で切っている、これは手の内からの選択としました、うーん、あ、三層だ、あ、そっか、イソ切ってたんですね、そうなんです、なので内川テンパイを入れることは、あ、もうやめかな、はい、やめた、できませんでした、これが最後のツモでした、これが入って流局となります、魚谷の一人転売で流局は3000点の収入、これで魚谷転売、内川の親は1局で流れました、そして親番が藤原に変わります、何2局は一本場、藤原ここはメガネを上げてほっと目をつぶっているか、集中してハイパイを取っていきます、ドラはローソー、こちらがその藤原のハイパイですが、やや端ハイが多い形でしょうか、少し苦しいか、7周第1打は E 番から2万9100点持ち、2着目、こちらはなんちゃの大谷、ドラドラはイーペーコンも見える形、シャーチャー一つ引いてきたのはリャンマンです、これでターツができましたがメンツはまだありません、内川はどうでしょうか、カンパーピン第一つもで
2つ目のメンツができた789と思っています。形が目を引くのは魚谷か。なんちゃ現在はトップ目でここまでの負債意識に返したいところ。ここまで苦しい展開となっている魚谷でしたが、4回戦一気に点数回復していますね。さあ3層と想像が伸びてきた。ここはピンズの選択もあるか、マンズを先に決めていくか。上がりたい手となっただけに判断も慎重となってきます。初を重ねたのは一つい。チカはどうだ。数ピンつもぎりでピンズの形は決めていきました。さあなんちゃの大谷にチャンスの手が入ってきています。ドラドラの手牌、そしてシャーチャの一つい、薬牌の初が統一。こちらは手をもみもみして考えているが、さあウーアンを切っていく。さあ和久さん、この4名の中だとやはり手牌は魚谷の手が目を引きますか。ドラドラ、そうですね、はい、魚谷は仕掛けるかどうかが気になりますね。イーソーが振り点なんで、はい、そこをどう、そうですね、そこを仕掛けるかどうかが気になる、はい、チャンス手となっている。今一人浮きのトップですから ね、 現状、ダンプさんより上、そうですね、一つ井さんよりも、一つ井より下、ダンプより上ぐらいぐらいですかね。この間にいるぐらいですかね、はい、間にいるぐらいと指さして、ね、ここすいません、今プロが9位と10位の間を指さして、一生懸命計算してたんですけど、はい、ここぐらいかなと思って、はい、なのでまあポイントとしてはちょっとピンクゾーンから脱出して、まあ一つを捉えられるようなところにはいると。藤原さんの意地がここで、はい、南二局の親番、今日最後の親番となるかもしれません。藤原ここまで 1.6 ポイントとなっています。意地を見せることができるか、原点まではあとわずか、ただ原点じゃ心もとない、はい、から一気に加算していきたい、はい、そして前順にスーソーのターツ払っていったのは大谷です。ここはドラドラ、チカさんとどっちが早いかそうですね、イーシャンテンの大谷、そして泣けない泣けないよ、はい、そうですね、でもハイパイから789789と2メンツありましたからね、こちらも勝負手となっている。またリャンスを引いてきた。いや泣けないもんな、はい、時間泣けない、つもぎり、ほらそう、ウーアンは躊躇なくつもぎり、あ、パワーワンが、あ、あんこになった。これで内川少々厳しくなったか、入ったウーパーソマチ闇点、入った、単野を高めイーペーコーのドラドラの手配、ひとついさんは危なくない、この人が危ないんだ、はい、この人はすぐに打ち出した高めの方だ、タイヤをイーペーコー、ドラドラ、これは強い魚谷復活となったか。8000は8300点の上がり、内川から上がりました。内川にとってもこれは痛い報酬となった、痛すぎる、痛すぎる4回戦での出来事、なん3局となりました。迎えた親番は上がった魚谷です。秋さんが復活するかもしれない、そうですね、ここでの4位5位争いで最終卓変わってきますからね、さあどうなるか。魚谷の親番、ここはさらにポイント稼いでいきたいところは、白が統一、チーソーがあんことなっている。復活してないぐらいだ、復活してないぐらい、ぐらい間ぐらいです ね、間って誰だっていう話で、ちょうど4位と5位の間ですね、ほんのちょっと上のぐらいですね、はい、となると内川プロにとってもヒリヒリとした難3局ない4局となることでしょう。もう何にも打てない内川さんは、もう何にも打てない、できれば上がりたい、できれば上がりたい、できれば上がりたい、それはいつでも上がりたい、はい、できればいつでも上がりたいです。大谷復活した、ただもう4ポイントほどの差ですか。さあ大谷もこの親場も連チャンしたいところ、白は一つ井と内川に1枚ずつ、32
虎のトンは1つ、うん、そして藤原に1枚ずつ割れています。山に2枚残り、さらにローピン形は良くなった、ゴツゴツしても来ている。これは白のポンテンが効く形、しかし1つ内側からまだ当分打ち出されることはなさそうです。うん、逆転してるかもしれないな。一ついさん逆転してるな。あ、一つい魚谷ですね、うんうん、この最後のピンチを迎えた時のパワーがやっぱり魚谷は何だったんですかね。あのさっきの奇数と偶数どうしますか、ね、白が出たが魚谷泣かない、あの下りは何だったそうですねひょうひょうとしていますよね。どちらが先と返してほしいな、はい、あの下り返してほしい、返してほしい、あの下りと別に貸してないけど、はい、最終戦5万点持ちトップ名、一人浮きの状態大谷です。この親番さらに連チャンしたいところ、白1枚目は仕掛けていきませんでした。大きく構えているか、白、うん、ありますからね。あ、天敗、ちょっとこれ白、白は内川の手に1枚、白やばいっす、1枚切れ、あ、まあでも白は3個つけないからいいか、はい、白は3個つけないから闇点に構えました。サブローピン白待ちですか。サブローピンだと3個がつく、ここにローピンが来た、これが、あ、白が押された、あ、上がる、うん、はい、上がりましたね。大谷闇点に構えていましたが、ここは上がりました。3個がつかない方の上がりとなります、うん、白は2400点、上がって親番連チャンとなります。ここは冷静な闇点と言えるでしょうか。そうですね。でも後ろの方位がポンでしょうって顔しますけどね確かに方位は後ろの方位がちょっと揺れてましたね。今ポンでしょ、今の揺れてましたね、みたいな顔をしてらっしゃいましたけど、確かに私たちの知ってる方位、うん、吉田正プロはポンしてるかもしれない、うん、まあ、ポンかスルーか2択ですね、はい、ただ2枚目の白ですからね、うん、そうですね、はい。さあ、これで親番連チャン、大谷の手配は初が統一、ペイが統一、ドラゴさんのターツもある。なんか今日一日を通して悪い手配多かったですが、ここに来て、まあ、だから結局喜んだのはまあ藤島さんだけ、はい、あの藤島さんの元でみんなでちょっと、そうですね、あの藤島プロの下の方で、そうですね、バタバタと争っているような状況となりました、うん、藤島プロは昨日33ポイント勝って、まあ、その勝ちがね、うん、かなり意味のあるものになってるというところですよね。しびれる打ち方しますからね、もうドキドキ、そうですね、今一番ドキドキさせてくれるの藤島さんじゃないかと思ってるんですけど、はい、ドキドキさせられますか。ドキドキしますね、本当に、はい、そこ行くのみたいなねっとりとドキドキさせてくれる、はい、そんな打ち手、うん、はい、その最終宅の宅組も気になるところです。さあ、こちらは一ついの手配はソーズデイ、一メンツ、シャアは地風の灰、うん、内川が、はい、もういいよと、もういいよ、もういいよ、この辺でやめとこと、うん、地風のシャアをポン、初のポンできるか、いけないじゃんみたいなやつ、はい、内川にとってもかなりヒリヒリしている、初はもちもちです、うん。さあ、しかしそれで大谷が手を緩めることもないでしょう、うん、ないですね、を重ねた、さらにポイント加算していきたいところ、うん、初もちもちか、一旦はピンクゾーンに落ちたところではありますが、ドラの3番重ねたのは藤原、うん、まあでもセリナことだけは変わらないですね、はい、このそうですね、うん、マイナスが、マイナスがこれは休み取った方がいいですかね、この日は、はい、そうですね、そうですね、この日は休み取った方がいいですね、皆さんお休みを取って、うん、こんな楽しいエンターテインメントなかなかないですからね、はい、そうですよ、ね、まあ、自分が終わったから言うんですけど、はい、今週の月曜日もお休みを取ってた人が多いかとは思うんですけれどもそのあたりも、まあ、応援してる選手だけじゃないですよね、そうですね、このやり取り自体が、うん、そうなんですよ、はい、この諦めなくなるじゃないですか、はいはい、藤原さんのね、サンフーロの、はい、何でしたっけ、ポンしてるリャンウソとか年に1回しか見れないこの、うん、まあ、12月ならではの、もしかしたらもう一生見れないかもしれないですからね、
藤原プロを長い間知る人こそが、おっとこの3番はドラです。仕掛けたのは藤原、切ったのは内川、自身はイーシャンテンでシャーをポンしている。見れないよこれも。そうですよ、3、3、4、6から3番のポン、カンウアの転敗、魚谷フリーズ。そうですね、うん、あれドラ切った人、そしてドラ泣いた人がいるしかも振り点残ってるんで、そうですね、もうなんかやめたくなってきた。ウピン切っている、うんうん、自敗の統一が手の内に3つ、ただ行ってきたのはGピン。抜けるには頑張りたいけどパーピンキューピン自信満々すぎるもんな。行った行った、チーピン行った行った、大谷行きました。行くよ。親番は渡したくはない。ウーアン残り2枚で内川さんからは出ない、はい、で初がない。内川イーシャンテンは初もちもち、うん、うわ藤原現物、はい、うん、手の内から、うん、藤原さんだってドラじゃなかったら。そうですね、なんだけど、うわパスは、はい、ウーアンの展開無理なのかな、パスはションパなのかな、はい、これは切り出さない選択とします、うん、手の、うわかっこいいなこの人は。テンパイを入れたウーアンと初の引き合い、シャンポン待ち。あそれね入り目、それは入り目はローピンは合わせられる、うん、ウーアンが打たれた時は内川が神茶での上がりとなりますが、復活、はい、復活はパーソーが切れる。あただひとついさん完全にやめてるか、はい、ということはトンが出ない。うわ行ってる、行ってる。トンは山に1枚残り、どっちを、うわうわドキドキする、マンズはドキドキする、初はもちもち、うわペーペーはかぶってしまったが、まだ大谷にもチャンスがあります。トンは山に残っている。うんさあ一、ね、つ絵は受けている、親番も残っている。ナンはションパイ。そうですね、行ってる行ってる、ここでは待ち、そのままリャンピンは現物。さあここで仕掛けたぞ、魚谷も勝負に出たか、なんがね切れたからね、はい、次パスを切れるの待ちみたいなとこで、換算層初トンのイーシャンテンとなっています。ウーアンどっち行くの、ウーアン、はい、ウーアンは来ない、ちょっとやめて、本当にこれは変化だ。このウーアンは宝珠となった、うちかこれはきつい宝珠となってしまった、藤原の上がりとなります。タンヤオドラさん7700は8000点は内川からの上がりとなりました。内川こちらの表情、二階堂秋が、二階堂秋がこれは4位に復活したか、苦しそうな表情となっている。あでも今勝負かけたんでしょうがないですね、はい、そうですね、ドラも切っていった。そして4回戦は早くも難4局となりました。迎えた親番は一ついです。さまざまなことがありました、この4回戦。本当いろいろあった、思い出が。はい、内川プロは現状これで C 択、まあ、うん、注意択ですね、うん、になっています。本当に思い出が走馬灯のように駆け巡るこの4回戦、親番迎えたのは一つ、こちらはなんちゃの内川です。この手で満貫、この手で満貫は3満貫こうドラ表示牌なんですよね、これは二差しの三色、すごい苦し紛れ、まあ、ちょっとハイパイでシミュレーションしたいところではありますが、北風のトントイツ考える2分ぐらい内川さんに渡しますか。しかし内川はかなり満貫ツモとか羽満ツモの条件満たしてる方ですよね、うん、そうですよあの伝説のサブロ九層九層ツモがありますからね。十段戦の決勝に残った対局ですね、桜井さんが今これを見てないことを祈ります。はい、あれしびれましたよね、うん、本当に本当にすごかった。はい、うん、嘘でしょと、モニターの前で震えました嘘でしょとなんかそんな印象もかなり強い内川です。全十段位、その年十段取りましたからね。そうですね、もう伝説ですよね。はい、トーン一応いつもなんかしごろ、しごろここでトンの統一を、年は完全にもうこの D 択を見た選択と言えるでしょう、うん、こちらは藤原シャーチャです。初が統一、まあ、一応ねC 択からもいけなくはないんですけど、はい、ただ今回は上位2名が抜けている展開ですからね。そうですね、どうタックしてたいな。はい、うん、
内川まずはその第一歩として、うん、D 卓を目指したいところ。魚谷は藤原さんはねどうするか難しいです ね、はい、そうですね。藤原は今2人浮きの2着目となっています。全局満貫7700ですかの上がりがありました。そして一対は、まあ一上がりで一旦原点にはいける、うん、連チャンしていきたい親番、うん、今にもテンパりそうですもんね、はい、うん、にもテンパりが入りそう。そして、まあ、大谷トップ目ですがまだちょっと苦しい形なので、まあ、周りを見ながらドラドラなんで安心して進行できるかなっていう、はい、手形は悪いですが、うん、まあ、少し心穏やかにね。していられるところでしょうか。うっかり2万4000とかはなさそうですよね。、はい、そうですね。ドラが今2万4000みたいなのはなさそうなんで、はい、そこはちょっと心穏やかにと、ね、実況のここにあの、はい、知性を大事にって書いてある。知性をね、知性を、はいはい、すいません、知性の塊と知性、はい、知性を持っていきたいと思います。6チッパはちょっと遠いかな。内川さんダブナンなんですね、はい、リーズもダブナン、リーズもダブナン2000。いやちょっとナン1枚切れなんでそれ頼りすぎか、はい、うん、ただこの日本プロマージャン連盟公式ルールは一発裏ドラのないルールですからね、うん、テンパりましたけどね。ドラか手役かと。さあ藤原にテンパイが入った初ウーソーシャンポン待ちドラアンコになったな。大谷これのんきにいけますね、はい、結構のんきに、うん、上がりに意欲を持って、うん、ふわふわといけますね。進みたい、ふわふわと、うん、あ、初だ、初が打たれた。これはあっという間の藤原の上がりとなりました。一つ、うん、からの上がりは初1300点の上がりで4回戦が早くも終了となりました。本日4回戦はトップに魚谷、そして2着に藤原、3着に一つ、そして4着に内川の並びで終了となりました。以上の結果で本日4回戦終了となりました。続きましては対局を終えた選手の皆様にお話を伺ってまいりたいと思います。はい、お疲れ様でした。ではまずは内川プロからお話を伺ってまいりましょう。本日対局を終えていかがでしたか？最終戦にかなり苦しい展開となってしまいましたが。そうですね。最後ね、8000、はい、藤原さんに言ったやつが。はい、もうちょっと冷静になればよかったかなっていうところですね。そこまでの展開はかなり、その1回戦2回戦からの展開はかなり自身のペースで、はい、そうですね、はい、1回戦はねちょっと脳天罰うまく取れれば受けたんですけど、はい、それが取れなくて、まあ、2、3回戦目はいい感じでやれてて、最終戦で台無しですね。はい、ワックスプロご覧になっていかがでしたか？はい、この
直後の内川さんの言葉の詰まってる感じが全てかなと思います。はい、いいものを見せていただきました。いいものを見せていただきました。まあ稼ぎに行った結果でもあるんですけど、はいはい、うん、まあ、最終節を見据えての戦いでもある10節目ですからね。そうですね、残んなかったら何にもなんないんでね、はい、別宅からの親番が落ちてもうちょっときちんと考えるべきでしたね、はい、うん、まあそこから結構きつい闇点を2発ぐらい食らったのでそうですね、うん、状況的に闇点が増えるっていうことも加味してもう少し精査してやれればよかったかなと思いますけど、まあ最後ね漫画打たなきゃオーラス勝負になったので、はい、粘る手もあったんですけどね、ちょっとあまりにも素点がなくなりすぎちゃったので参っちゃいました。まあそうです、今季はこれで終わりです。はい、終わりじゃない、もう一回ある、もう一回ありますけど、はい、はい、藤原プロお疲れ様でした。はい、藤原プロにとっても勝負の10節となりましたが、うん、久しぶりに浮いたね、はい、うん、はい、パーソーポン、リャンソンポンした曲がかなり印象的だったんですけれども、ああもう最後ね、結局今日はあの26ポイント浮いて15位になっていくか、はい、同卓の一つ君をまくるしかないんだけど、もう一つ君に2回もトップ取られちゃったから、うん、あと猿川君抜いてとりあえず後の日、はい、まあ、最終数の卓、そうですね、最終日にやった方が若干有利なんでと思って、1万5000点浮きのトップ取らなきゃいけなかったんですね、はい、まあでも大谷さんが走っちゃったから、まあそれも無理と、とりあえずまあしょうがないなと状況に対応しての、そうですね、はい、まあ、まだほら今日少しでも浮いてると全く可能性がないわけではないので、とりあえず対局日が火曜日になりましたから、はい、同卓の2人を抜いておけばあとは他力本願という形ですかね、はい、もうしょうがないですね、はい、今日はそんなにね調子悪くなかったんで本当に 4,50 は浮きたかったんですけど、ちょっとまあ焼け石に水とはいえ浮いたのはまあまあ良かったかなと、はい、はい、まああのあれなんですね、あの3回戦目2回戦目あの内川君があのすごくでっかいと打ってて、あの一つ君が2回内川君に大きなのを親に振り込んだんで、はい、あこれでちょっと一つ君を捕まえる感じでなんとかいいかなと思ったら、はい、3回戦目にあれですよパーソーポンテンの声が出なくて、はい、あの大谷さんがあまりにも2個目をスッと泣かすもんだから、はい、本店パソポンのサブロワンで1000点でさばくところを、はい、本の声が出ないうちにチーってされちゃったんで、はい、あの曲漫画に積もられてあそこから大きいトップ取られちゃったんで、はい、あれはねもうさちょっと年のせいで反射神経がね、いや本当にすぐポンって言わなきゃいけないのもうあれがっかりしました。はい、まあそんな感じでしたね今日はね。はい、ありがとうございます。それでは本日の成績ご覧ください。はい、こちらですね、最終卓の卓組色分けでされております。藤原プロがこちらのピンクの卓ですね。また藤原プロは一つプロと同卓という結果となりました。違いますよ、ダンプ、西島、白鳥、藤原ですよ。そうですね、偶数の卓ですね、はい、はい、大変失礼いたしました。こちらの放送12月17日火曜日の放送となります。そちらも皆様お楽しみにご覧ください。本日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。もしはい、はい、では、はい、お二人に、はい、ネタを用意した、はい、ありがとうございます。あの最終節の作戦をちょっと聞いていただきたかったんですけど、はい、じゃあぜひどうぞ。すいません、大変失礼しました。あと来週の火曜ですね。はい、そうです、今度はもう最後もう奥の手で、ミラクルリベンジモードです。ミラクルリベンジモード、リベンジモード、はい、MRM です、はい、月曜日の伊藤優子さんにあやかってミラクルを起こしたいですね、はい、はい、まだ諦めてませんから。具体的にはどういう作戦ですか。それはこれから考えます。具体的には言えません。日吉プロが噛まずにミラクルリベンジモードを言えるかと言わしておいてください。練習させておいてください、はい、相手が今日決まったんで、はい、ちょっとダンプが入っ
ってるからちょっといっぱい裁かれるなっていう、そこがね、はい、ダンプの裁きを裁きをされないように大きいとこ取らなきゃいけないということですね。はい、はい、ありがとうございます。内川プロどうでしょう、注意託となりましたが最終節無事に終えたいと思います。はい、はい、そのあたりも皆様お楽しみにご覧ください。と内川プロは12月24日ですね、火曜日の対局となりますので、そちらも皆様ご応援よろしくお願いいたします。それではお二人ありがとうございました。はい、はい、ネバーギブアップ、ネバーギブアップ、はい、はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。様でした。それでは対局を得た2名の選手にお話を伺ってまいりたいと思います。まずは大谷プロ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日はかなり苦しい展開が1回戦2回戦3回戦と続いていましたが、はい、まあ、最終半チャンで、はいはい、少し取り返した形となりました。対局中いかがでしたか？そうですね、まあ、3回戦が終わって、もう高級の可能性かなり高いなと思って、ただ自分の打った麻雀の責任はもう自分で取ろうと思って、もうあの、はい、気合い入れて打とうと思いました。そしたら最後だけなんかズドンペがいっぱい入りましたあのドラドラの本一もこれもダメかと、あ、そうですね、はい、局面ありましたが、その後チート一でペータンキ積もって、はい、ほっと一息と、はい、バクツプロもご覧になっていかがでしたでしょうか？はい、はい、いや覚悟が決まったっていうんですかね、こっちで腹が据わったって言ってたんですけど腹が据わった後の大谷さんはすごく凛々しかったですね。そうですね、本当にもう、あ、もう高級して もう自分が打ってきた麻雀だから、うん、ちゃんと責任取ってやろうと思って打ちました。はい、はい、ちょっと、まあ、まだこういう話ありますけどちょっと上に行けてよかったなと思います、はい、まあ、それが鍵となったのが最終戦と言えるでしょうか。はい、続いては一つ井プロ、お疲れ様でした。はい、本日今日かなり気合い入れて対局臨んだんじゃないですか？いや、まあ常にもう、はい、なんか表情とかちょっと手の動きがいつもよりも力がこもってるかなと思ってこちらのモニターから見てたんですけれども、まあ、正直楽にいけたっていうよりはかなり怖い局面が本当に多かったんで、はい、綱渡りでした、はい、ただところどころでかなり嬉しい上がりといいますか、高打点の上がりも、そうですね、まあ、はい、いけるところはいってと思ったんですけど、まあ、最後のハンちゃんの親番で微妙に手役を逃し続けてるのを何なんだろうと思いながら、はい、そうですね、あのあたりしっぺ返し来るかなと思ったら早速3000、6000で、あ、これかとペータンキの、そうです、はい、そのあたりもありましたね。印象に残ってる曲などありますか、他に？印象に、あ、でも今日の麻雀も思い浮かぶと、はい、そうですね、あの無駄にウーピンチ入れてローピン短期でピンピン6打ったの、しかもリャンゾーとか相当やりすぎだなと思って、まあ、あれはやっぱり反省 しなきゃいけない一打だなっていうです、ね、はい、かなり前のめりに打ってるのかなというのはありましたが、ワックスプロご覧になっていかがでしたか？あのリャンゾーの曲は内川さんが すごすぎてすごすぎてちょっとリャンゾー怖いですけど、もう、はい、じゃあ何切るのみたいな4センチになってしまいました、ね、ただ3ピンで打ったらクソほど安いんで、はい、ね、そうなんですよね。だからあのリャンゾー引いた時点で、うん、リャンゾーはもう絶対ピンピン6確定の範囲なんで3ピンだな、まあ、むしろウーピンチーはないなと、ローピンポンでリャンゾー勝負ならまだあるんだけどっていうぐらい、はい、ちょっとあの解説でまかないマージャンみたいな、はいはい、とか言ってるんですけど、本当すみません、はい、あのすごく勉強になる、あの我慢したマージャンだなと思って、まかないマージャン先週みたいなの先に謝っときますじゃない違うんですよ、あの手のうちの材料で頑張るからすごいなと思って、はい、冷蔵庫にあるもので完成まかなってるなと思って、そう、ろくなものがなくて卵あったから卵で作ったよとみたいな、すごくあの
あのね、3ワンポンしてローワン積もった曲はすごい勉強になったなと思って、はいはい、そうですね、うん、もうあの状況からだとっていうのと、ただサブローワンになった瞬間これはちょっと上がれるなと思ったの、積もれ積もれと思ってたですね、うんうんうん、ちょっとね本一とか見てしまうかもしれなかったんで、はい、ちょっとすごいなと思いました。そのあたりもかなり、はい、面白い手順といいますか、かなり視聴者の方を魅了した手順たくさんありましたね。さあそれでは本日の結果ご覧ください。他組も同時に色分けされています。こちらに配信の 日程も入っておりますね。魚谷プロは B 択ですね、はい、はい。そして一つプロも同じ B 択での放送対局となりますので、はい、来週18日の水曜日ですね。これで A2 リーグは全ての順位が確定しましたので、10節終了時の成績で11節の択組が決まります。こちらのピンク色の択が11節 A 択、緑色の択が B 択、そして赤が注意択で C 択、そして最終放送が D 択で上位択4位までの選手による対局となります。それでは最終節を迎えますにあたってお二人に最終節への意気込み、同卓となりますが聞かせていただいてよろしいでしょうか。まずは大谷プロから。はい、そうですね、今日ちょっとあんまりリーグ戦前のちょっとメンタル作りというかがあんまり良くなくて、はい、でそのまま反映されてちょっと麻雀が悪かったので、3回戦にはなんとかとりあえず自分の心をこう切り替えて挑んで、また結局またラスト引いちゃって、で4回戦はもう高級覚悟で打とうっていう、こうちょっと腹をくくって打ってなんとかちょっと耐えたっていう感じなので、最終節も今日の4回戦の気持ちをきちんと思い返して打ちたいなと思います。はい、皆様応援よろしくお願いします。大谷プロ大切な対局がまた続きますが、はい、はい、皆様ぜひ応援よろしくお願いします、はい、続いては一つプロ。はい、そうですね、はい、正直な話、この10節目にして初めてピンクゾーン抜けてるんで、はい、まあ自分の中でもうこの10節11節A2 リーガーとして認められるために、はい、まあもう自分でもう A2 への昇級かかった気持ちで打ってるんで、うん、まあ最後もまあそうですね、 A2 リーガーにこだわって、でまあ麻雀としても A2 リーガーとしての麻雀として認められるように最後締めたいと思います。はい、一つプロでもここまで唯一マイナス30してないで。プラマイ30の壁があって今日30超えるかなと思ったら最後やっぱ収束して、はい、収束プラマイ30に収まりましたというところで戦い方もねかなり他の選手とは違ってきたところもあるのかなと思うんですけれども、最終節皆様ぜひ応援よろしくお願いいたします。さあ本日の対局放送も終わりに近づいてまいりました。次回の放送のお知らせです。次回の放送は12月17日火曜日ですね。こちらは第10位、12位、14位、16名での4名での対局となります。解説は今野慎太郎が、そして実況は日吉達也が務めますので、そちらぜひ皆様ご覧ください。こちらですね、はい、ピンク色のタコは藤原貴博、白鳥翔、そして西島和彦、ダンプ大橋の4名によるタコとなります。はい、そちらも皆様ぜひご覧ください。本日はワックスプロ解説ありがとうございました。ありがとうございました、はい、対局者のお二人も対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日はこのあたりで失礼いたします。皆様長時間のご視聴ありがとうございました。